これは梅雨や台風といった出水期を前に地域住民に注意を呼びかけるとともに地元水防団の士気を高めることを目的に利根川を抱える5つの県が持ち回りで開催しています。この演習は未曾有の被害をもたらした1947年のカスリン台風をきっかけに始まったもので今回で72回目です。参加したのは水防団や警察、自衛隊、日赤、それに一般市民らで、演習では伝統的な水防法や近代的な救護訓練などが次々に披露され、国交省の石橋政務官や熊谷知事など関係者らは熱心に見入っていました。